護衛艦加賀の艦首が四角へと改修工事が完了し、次は護衛艦出雲が艦首四角へと改修工事へ突入する中、日本の安全保障が日々悪化している。2024年度は F-35B 戦闘機の配備が始まるはずですが、今回は2025年度、日本の防衛予算がついに8兆円を突破。この記録的な数字の背後には何が隠されているのでしょうか。日本が直面する安全保障の現実と政府が打ち出した未来への対策を徹底解説します。トマホークも1年前倒しです。2024年8月末、来年度2025年度分の防衛予算の概算要求額が8兆5389億円となることを防衛省が決定し、これまでの最高額であった今年2024年度の同予算の7兆9496億円から、さらにおよそ5893億円が上積みされた形となった。昨今の自国防を取り巻く安全保障環境の悪化から、日本が大幅な防衛予算の増額に踏み出したのは、一昨年前の2023年度はからであったが、こうした増額を繰り返し、2027年度分予算までの総額はおよそ43兆円に達する見込みである。こうした防衛予算の大幅な増額を政治的に決断した現、自公連立の岸田政権ではあるが、支持率の低迷は続き、今年は新政権へと交代する流れとなっているが、防衛予算の件に関しての批判はそれほど見受けられないようにも見える。これは、この2024年8月に相次いで発生した中国軍爆撃機の日本の領空侵犯や、同国の調査船の日本の領海への侵入など、今や最大の仮想敵国となった中国に対し、多くの日本国民が防衛力の強化という政策をやむなく支持しているゆえだろう。さて、そんな状況下における日本の防衛予算の使途だが、今は敵の防空網の外側から攻撃を行うことを可能とする人認識地対艦誘導弾の能力向上型などに代表される、いわゆるスタンドオフミサイルの整備に重点が置かれている。尖閣諸島を含む南西諸島方面の防衛力の強化には、対艦及び対地攻撃の両方に活用が可能なスタンドオフミサイルを様々な発射プラットフォームから運用する体制の構築が急がれている状況だと言えよう。そうした中でも、来年度2025年度分の防衛予算の概算要求額の8兆5389億円の内訳には、現在進行形で進められている海上自衛隊の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の1番艦出雲と2番艦加賀の改修工事に必要な額もおよそ18億円が含まれている。これまで、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の改修工事費用としては、2020年度分でおよそ31億円、2021年度分でおよそ203億円、2022年度分でおよそ61億円、2023年年度分でおよそ52億円、そして、今年2024年度分でおよそ423億円が計上されてきた。これら2020年度分の予算から、今回の2025年度分までの防衛予算において計上された、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の改修工事の6年度にわたる総額は、およそ788億円、一隻あたりだと、およそ394億円に相当となる見込みである。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の改修工事費用は、おおむね、来年の2025年度分予算までで値の張る部分は終了したと見ていいのだと個人的には考えているが、同艦の建造時の費用は、一隻あたりはおよそ1200億円ほどだったと記憶している。したがって出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の建造費とこれまでに計上された改修工事費用とを合わせると、一隻あたりにかかるであろう費用は、少なくともおよそ1600億円はくだらないと目されるが、それは、最新鋭のイージス護衛艦、マヤ型の新造費が、およそ一隻あたり1700億円であることにほど近い。言うまでもなく、海上自衛隊の最新鋭のイージス護衛艦である、マヤ型の建造費は、同隊が保有、運用中の艦艇の中でも最高に高額であり、そこに搭載されるイージス戦闘システムが高価であることが、大きな要因となっていることは、想像に難くない。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2隻も、
当初より、今の改修工事後の形式で建造されていたのならば、もっと安価な費用で建造できた可能性もあり、今後、同様規模で、同用途な艦艇が建造される際にどのようになるのか、興味は尽きない。さて、これまでの出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2隻、出雲と加賀の改修工事の進め方についてだが、両艦ともに、5年に一度の頻度で実施される大規模な定期点検のタイミングに合わせて行われてきた状況である。これまでの出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の改修工事の経過を簡単に振り返ってみると、まず1番艦である出雲が、ジャパンマリンユナイテッド社の横浜事業所の磯子工場において、2019年度の末から1度目の改修工事に入った。その後、出雲は2021年6月の末に1度目の改修工事を終えて、現場への復帰を果たしているが、ここでは、主として艦載機とする F-35 ライトニング 2B 型の運用に必要な飛行甲板への耐熱処理や、その滑走時の目安となる黄色のトリムラインの設置などが施された。ついで2番艦の加賀であるが、2021年度の末から、ジャパンマリンユナイテッド社の5事業所において、1度目の改修工事が行われたが、そこでは、改修工事で先行していた出雲より、早く、艦首部分の飛行甲板の拡幅工事が盛り込まれた。もともとの出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、両艦、ともに、飛行甲板の先端部分は、上から見た場合、緩やかなカーブを持つ台形型の形状をしていたが、F-35 ライトニング 2B 型を今後艦載機とするにあたり、それをスクエアな飛行甲板へと拡幅する工事が行われたものだ。この飛行甲板の先端部分のスクエアな形状は、アメリカ海軍の強襲揚陸艦であるワスプ級やアメリカ級と同様なものであり、F-35 ライトニング 2B 型の滑走距離を少しでも伸ばすこと、前方からの乱気流の影響を低下させること、飛行甲板の露天駐機スペースを確保することが主な理由とされている。加賀の1度目の改修工事は、2023年度の末をもって終了したことが海上自衛隊からアナウンスされており、こちらも、現在は、一旦、通常の任務に復帰をしている状態であり、その艦首部分の飛行甲板の拡幅が完了した姿は、多くのマスメディアの報道にも登場したことは記憶に新しいだろう。今後の改修工事について、出雲は、今年2024年度から2度目が行われる予定となっており、加賀に先行された艦首部分の飛行甲板の拡幅工事を中心として、すべてが完了するのは、2027年度となるスケジュールが示されている。一方の加賀は、来年2026年度から2度目の改修工事に入る予定とめされており、その完了は2028年度内となると、現時点では考えられ、出雲から始まった2度にわたる改修工事も、ここで全て完了となるものと思われる。こうした母艦となる出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の改修工事と並行して、その艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型は、宮崎県の新田原基地に、今年2024年度中に最初の6機が配備され、それを運用する臨時の飛行隊が創設される計画となっている。この最初の F-35 ライトニング 2B 型の6機という数は、2020年度の防衛予算の中で計上されていたもので、航空自衛隊としては、現時点で同機を総数で42機調達する予定となっており、以後毎年徐々に配備数も増加していくとめされる。これまで見てきたように、出雲は2027年度中、加賀は2028年度中に改修工事を終え、艦載機の F-35 ライトニング 2B 型も、今年2024年度中に最初の機体が配備されるが、あと、少なくとも3年ほどは、その稼働状態までには至らない。しかし、今でこそ、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦2隻へのの F-35 ライトニング 2B 型の艦載準備が進められているが、わずか6年ほど前の2018年頃には、日本の軍事関係者の間で、すら、こうした対応が実行に移されるか否かについては意見が分かれていた。当時の否定派の主だった意見としては、政治的には、
それまでの日本政府の自衛隊による攻撃型空母の保有は認められないという見解に準拠しており、これを文言通りに解釈し、日本が航空母艦を持つことは困難とする見方だった。これについて、日本政府は、南西諸島防衛のために、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦に、F-35 ライトニング 2B 型を艦載可能とすることは、あくまで自衛用であり、攻撃型の航空母艦には当たらないとする見解で実行に移した。2つ目の懐疑的な意見の代表は、すでに調達を進めている、陸上の通常滑走路を使用する F-35 ライトニング 2A 型に比して、短距離離陸、垂直着陸が可能な B 型は、それを実現する、飛行場、どうしても、前者よりも、燃料や兵装の搭載量が少ないという点だった。そのため、B 型を調達して出雲型ヘリコプター搭載護衛艦を改修し、その運用に必要な機能や人員を育成する手間とコストを考えれば、空中給油機の調達数を増加させて、A 型の作戦行動半径を拡張する方が合理的とするものだった。この指摘に沿わず、結果的に、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする方向で動いているが、個人的には、この指摘は、今も一理あり、航続距離と兵装搭載量が少ない B 型の運用は、かなり限定的なものとなるとは感じる。日本の防衛予算が急増している背景と、その具体的な使途について深掘りしました。2025年度の防衛予算は、過去最高を更新し、特に、スタンドオフミサイルの強化や、南西諸島の防衛体制の充実に重点が置かれています。この巨額の予算は、中国の軍事的挑戦という直接的な脅威に対抗するため、そして国民の安全を守るための必要不可欠な投資と言えるでしょう。日本がどのようにして、これらの課題に対処し、国際的な安全保障環境に適応していくのか、今後も注目していく必要があります。